はい。皆さん、こんにちは。今日は何回かのシリーズに分けまして、最近 AI 技術が進んできて、歌声合成がとっても良くなってきたので、取り組む方もたくさんおられると思います。みんなそれぞれいろんなやり方でやってると思うんですけれども、ちょっと効率のいい方法を何度かに分けて解説を進めたいと思います。 まず一番初めは準備編とでも言いましょうか。歌詞を手早く持ってくるということです。オリジナルの歌詞の場合は自分で打つというのも一つです。カバー曲の場合はもうネット上に歌詞などもいっぱいあります。ただしジャスラックの関係で歌詞というのは普通に文字としてコピーペーストできるようになっていません。 今から10年ぐらい前から変わっています。そういう時は皆さんはどうしてるんでしょうか。例えば、もうそろそろ桜の時期になりました。定番曲ですけれども、森山直太郎さんの桜。これを代々に歌詞を便利に作る方法を言いたいと思います。いろんな方法がありますが、無料のスクリーンショット、もしくは Windows や Mac に最初から備わってるスクリーンショットでこの歌詞の部分を切り取るところから始めます。僕の場合はまあそういうツールを持っていましてコントロール F10 を押せばこのようになって囲むとスクリーンショットが取れるようになっています。はい。これでスクリーンショットが取れました。そうしましたらこれを テキストにする。いわゆるこういうのは OCR と言います。文字を起こすということですね。無料の Web アプリで EasyOCR というソフトウェアがあります。これでファイルから OCR、これができますので、ここをクリックします。先ほどのスクリーンショットしたファイルを選択します。これがそのファイルです。右にサンプルが出ています。 これを開きます。そして画像の OCR というのを押します。これで画面の下の方にテキストタイプをしてくれました。これをコピーします。ここにコピーというボタンもあります。これでコピーができたわけです。今回やろうとしているのはこれだけでは済みません。歌詞を入れるときってひらがなにしないといけないわけです。それにはまた便利なサイトがあります。 こちらに漢字をひらがなに変換というウェブアプリがありますので、ここに先ほどのテキストを貼り付けします。こうしまして、ひらがなに変換というボタンがありますので、これを押しましょう。そうしましたら、このようにすべてひらがなになってくれました。そして、これをコピーして、メモ帳などに貼っておきましょう。 あまり長すぎて見にくい場合はこのように改行で区切っておくといいと思います。でも歌詞にする分にはそんなに問題がないと思いますのでコピーペーストなどをしながら入れていけばいいと思います。今画面に Studio One と最近公表されました c h e オ i o Pro という歌声合成のソフトを立ち上げてあります。 ここに歌詞を入れる場合、このメモ帳を最前面に固定します。そういうソフトも概要欄に貼っておきますので、これでクリックするとトップモストオンという風になって最前面に固定されます。こうやって、この僕らはきっと待っているというところをコピーします。ざっくりですが、今はテストですので文字数は合わせていませんが、 約これぐらいの音符がここに表現されています。これをコピーします。そしてこの歌詞を入力するところで歌詞まとめ入力というのがあります。ここに貼り付けをします。そして1音符1文字というものにチェックを入れて、そして OK を押します。そうするとこのように 歌詞が入れれたわけです。ちょっとだけ鳴らしてみます。僕らはきっと待ってる。こんな感じですね。細かくはこれを和に打ち替えるとか、そういうようなことも必要です。僕らはきっと待ってる。あまりにも 歌として成立していないので、ちょっと簡単にカッコがつく程度に直してみました。僕らはきっと待っている次以降は実際の歌声合成のやり方に入っていこうと思います。今日は準備編として歌詞入力を時短で持ってくるやり方を解説しました。 村長でした。